あの電車のドアが開いたら肉の匂いがしてくるような街に来ています。そうそう来てますね、どうですか日々の疲れをパチスローで癒すっていうのは。逆に疲れますね、今もう今日ねパチスロー専門店なんですが、いついつのお店はここですって言われた時に、まあラインナップ見て、スロー線だった時にうわって思うようになった。でも面白いよ。パチスロ面白い面白い。俺なんかは、あなたほらやっぱボートで日々追われてるじゃないですか、はいはい、俺はどっちかっていうと番長3に追って。まだ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 。いやでもこのご時世にスロー線ってすごいなって思う。すごい。いやでもね力あるところはすごい力あるんで、うん、いやだから頑張るしかないわけじゃん。うん、今日寝台を打とうかなっていう。普段打たないマドカの前後編、新しく出たやつ、あとギアス3、はあはあはあ、この辺をちょっと狙っていきたい。今日のビジョンを今言ってるんですね。そうそうそう。俺はね鉄拳デビルを打ってみたくて、うん、とりあえず行ってみましょうか。はい、お願いします。I don't need a sorry candy. Show you a lot. How I wanna be. I don't need sorry candy. I wanna be so hot. へえ。ちっちゃいけど居心地いい店だね。鉄拳デビル打っとくか。これ3だよね。こういうのを打つ機会ないんで、これを機会にちょっと勉強しようかな。鉄拳デビルを打ちたいと思います。やった、高確率中からだ。なんか1日1回入るか入らないかみたいな台だと聞いてますよ、ラッシュにね。それ以外何にもないみたいな。新さんはつまんないぜって言ってたけど、今パチスロに面白い台一個もないと思ってるんで、これもどういう台かも全然分かってないですけど、一日頑張ってもそのデビルラッシュに入るか入んないかみたいな超とんがった台だという話だけは聞いたことあって、じゃあまだマシなんじゃねえのかなって思ったわけです。今のが1000点でもらえたやつか。お、何も起こらないってことか。何かがアップしたっていうのを獲得しただけで、つまり何か起こるまでもう延々行くしかないのか、これを繰り返して。さあそれでは打っていきましょうか。結構その5号機のギアス2も内部仕様がすごく複雑で、知れば知るほど面白いっていう話は聞いてたんですけど、まあ知ることはなかったですね。でやっぱりその5号機がなくなるっていう状況で、ここ1、お、どうした？はい、ウィンドウステップアップ的な4まで行ったら、これレア役かな。ああ、うん、片付けなくてはいけない用事があるの。で、3連チェリーで強チェリーだっていう話なんで、で、ボーナス当選期待度がどれぐらい知らんけど 20% ぐらい。何も見ないで行くかんね。 20% ぐらいかな。次の戦いで鍵となる。もうちょっとダイレクトに行く。はい、赤7は滑った。そう、全ては勝利のため。で1枚払い出しがあるんで、もう1回だね。おお、いい音。ああ、また滑ったね。僕らの契約を、これスイカ、スイカ、3枚払う。
あ、また滑った。お、これなんか滑るベルトがもうちょっと胸熱なんじゃないか。どうだどうだ。お、もうあ、当たってんじゃない、これ当たってんじゃない、ほら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 、あー惜しい。ちょっと待って、ボーナスのちょっと組み合わせを知らん俺は。赤7赤7白でバケだわ、うん、じゃあ赤7赤7白狙うか、うん、ああ滑ったで1枚これは、うん、あ赤文字だった赤文字だった、これなんか当たってるね、はいはい、26ゲーム1000円26ゲームレギュラーボーナス、どうやら今日は風が吹いてるらしい。でレギュラーボーナス中はこのキャラクターで設定してたな、ピンクが高設定してたで金が出れば確定らしい。どうやらでボーナス後もチャンスゾーンに入る可能性があるって書いてあったんだが、ゼロステージ全長的な、ゼロ、わしはお主が何者かを見極めなければ。チャンスゾーンの煽りだ。仮面を私は日本人です。日本人ならお主がブリタニアの本会、まさかお主、ゼロ、非常事態だ。これで何かの高確率状態。あれウィンだぞ。ジャッジメントバトル準備中。あれ？なんか当たったのか。63%。 ちなみに投資6000円なんだけどな。338ゲーム。これに勝たなきゃいけないのかな。ああ3戦突破ってたからこれが1戦目なんだ。なるほどなるほど。 63% パー。青攻撃避けられる。63% に負けたんだね。あ、勝った。あ、逆転した逆転した。あ、アニメアニメ、よしよしよし、これチャンスアップ。ほら勝った、うん、勝ち確。おたけび入ってますから。これは勝ちます。
あー、アニメアニメ。当たるんだ。ダメダメだっつ。ここでさっきの人はやめてたってことだよね。だから朝一からこれで始まったんだ。いや面白かった。なんかでも勝てそうな気したけどね。だまた次の人はここからお楽しみいただけるようにね、ちゃんと初期状態に戻してお返しするということ。やっぱギアス打たない一番の理由はあれだよな、原作知らないんだよね。そもそもどこでこのアニメやってたのかも知らないし。姉さん忘れてないよね、僕らの契約を。そうか、無数化の出現率には設定数あるらしいっす。ああもうスイカもボーナスの可能性あんだ。これ強そうだ。さっきこれ強チェリーだったよ。ああこれ2連チェリーで弱チェリーってことは、レバーオンで何もないときは狙っちゃっていいってことだな。これ熱いんじゃねえか。ほんとはい、87ゲームノーマルビッグ、めっちゃ調子いいんだが。ああでポイントがたまんだ。うん、なるほど。でこのポイントがたまればたまるほどチャンスを入った時の成功期待度が高くなるっていう。で合ってるの、まあ、やれはいいよ、やれは分かるから言うて。はい、でまたゼロステージかな。うん、これが前兆ステージ。はい、なんかまたポイントがたまったっぽいこうエフェクトが出ましたね。で8ゲーム目、さっきレギュラー終了後は9ゲーム同じですね。あー演出は一緒、さっき赤文字出てダメだったんで。うん、ダメで、ボーナスの都度チャンスゾーン入る可能性があるらしいんですけど、やっぱそこも設定差つけていかないとね。弱中で 10% ぐらい当たりそうな感じなんで。ああスイカだ、やばい、こぼした。いや違う、チャンス目ですね、強チャンス目です。強チャンス目も3割当たるって話なんで。すごいよね、お、これはちょっと強そうだぜ。一度は捨てた命、惜しくはない。おお、ならばその命、私がもらおう。上がって通る、奇跡。お、集団ベルは俺的にボーナス成立後のベル。どうだ。
決定。当たるね。5ゲーム中だ、左だ、右だ、よし、そういうエピソードがあるんですね。これは前兆ね。お、ちょっと扉が豪華だぞ。はい、ジャッチェリー、でもあとは純粋に勝ちを目指すしかないよね。パーフェクト勝利、あ、リスクアップあるじゃん。そうそうそう、リスクアップでいいね。あとはもうちゃんとパチスロ打ちますんで。最近もうあんまないんだよね、俺が行く店。やっぱ甘すぎて採算合わないってことだよ。うえ、いきなりすごいの出ちゃったな。え、これ当たるんじゃないね。当たったね。何が当たるのかしら。まあ、判別もよくわかんないし、適当でいい。イエーイ、化けじゃねえか。ああ。そういや、ディスクアップもなんか次のやつが通ったの通ってないのって聞いたな。もう今パチンコが盛り上がりすぎちゃってるから、そんな台ぐらいしか興味のなんか興味が湧かないね。あれ？いつから？だいぶ前から当たってた。あのヘンテコな時に当たってた。あお。やだ、調子いい。なんかあったよね。青じゃなかった。バー。いや、青だよね。ああ、あった。うん、これだ。なんかもう久々すぎて挙動ってんな。ミス。あ、ようやくなんか思い出してきたぞ。あの一コマの我慢ができないね、ここからの。
あーね、うわーひどい、最後ひどかった、どんまいどんまい、オーケー、あよしよしよし、オーケー、あこんな長く回るんだっけ、とても楽しかった。たくさんの人が来て。今回のデバイちゃんはどうかな？お、これバーソロンだの。あ、なるほど。で、ポイント降格的な。紫やんね、紫やんね、そちらの動きはこの映像を流す、注目開始、注目開始はいいんじゃないか、どうだ44ゲーム、あこれチャンスゾーン的なやつじゃないの、攻防戦はね、強そうだよ、強そうだよ、はい、クリアですね、で、あこれでクリア、3戦突破的な、どうなの、あーこれギア詰め、これギア詰めはもうなんか突破確定とかないの、どう、すんげー風くんだよ、すんげー風くんの、あーもう開いてるわ、もうスピーカー開いてるわ、風の吹き出し口開いてるわ、これは変わんない、あダメっぽい、あ勝った勝った、すんごいよ風、わかる、打ったことある人はわかると思うけど、これ打った方が一回風を感じれる、うん、これが AT ですね、純増1ゲームあたり2枚いきます、40ゲーム1セットで決着をつけようじゃないか、クルーギス望むところだ、何成功って、ああなるほどね、継続期待度が上がっていく感じかな、これレベル2だとここだから、これじゃあ弱そうだな、つまりこの40ゲーム間に冷却であり何かを引いていかなきゃいけないってことだ、レベルを上げていかなきゃいけないってことだ、こういうのが作戦成功すればレベルがアップすると、これ白ナビとか熱くないのかな、どうなの、ほらほら俺 V フラしてんもんね、 V フラっていうかギアスフラッシュ、これ白フラ熱くないのかな、おおなんかねね、ほら白フラ熱くないと、ほら負けんのかよ、負けんだ、で
これで失敗すると終わるんだよね。あ、でも勢力レベルアップって書いてあるからこれは失敗しても終わんないのかな。あ、青になった。あ、なるほど、フラッシュもレベルアップしていかなきゃ意味ないんだね。あ、よかった。これでレベルプラス2。半月羅漢の陣。あ、もう嫌いじゃないな、こういう世界観で。ラストゼロになったんで、ナイトメアバトル継続演出ですね。あれ、そんなことねえだろ。あ、でもレベル4ってこれ見て半分いってないわ。あー、そういうことか。なるほど、なんかちょっと一通りやっちゃったね。大体分かったの。I don't need a song.